低身長が抑えるべきトレンドアイテム、よいしょ。今回は164センチで低身長ファッションインフルエンサーとしてですね、活動させていただいております、私ワムがですね、低身長が抑えておかないと損をするね、トレンドアイテムを紹介していこうと思います。この動画をご覧いただいている方の中にはトレンドは知っているって方もね、多いと思うんですけども、トレンドは知っているけども、どのトレンドが低身長男性に向いてるんやっていうね、ことを今日は話していこうと思いますので、よかったですね、こういう方も動画を参考にしていただけると非常にね嬉しいです。ではよかったら最後までご覧ください。では本編どうぞ。でまずね、23年秋冬のトレンドのね、全体の雰囲気を話すと、主に言われているのはカジュアルですよね。カジュアルな空気感で、洗いのかかったアイテムやヴィンテージライクなものが多いですよね。テック系のトレンドがすっごく来ていて、ツヤツヤのアイテムとかももちろん増えているんですが、その中でもナイロンの中でもシワ感のあるナイロンとか、テック系の洋服も少しね、カジュアルっぽく表現しているのが今のね、流行かなと思います。そして定番のコートとかコーデュロイ、あとはクルーネックニットとかもね、やっぱそのカジュアルにするために生地にウォッシュ加工をしてヴィンテージ風の風合いで発売しているとこが今非常に多いですよね。でそんな中でですね、今回僕はトレンドの低身長が抑えた方がいいですねアイテムを10個厳選したので紹介していきます。まず1個目がデニム。デニムはね、定番にもなってきてるんですけども、もちろんまだまだトレンドで、ブランドのルックでもね、こんな感じやこんな感じでたくさんね作られていますので、まだまだ一線級でね勝負できるパンツかなとね思います。デニムはデニムでも少しね特殊な加工が入っていたりとか、あとはブニーチデニムとか一風ね変わったものを選んでいただければ、今のトレンドにも乗ったかっこいいコーデが組めるんじゃないかなとね思います。2個目がカーゴパンツです。カーゴパンツもトレンドは落ち着いてきていますが、カーゴパンツもね全然まだまだトレンドで、 M47 も流行ってるし、 BDU パンツも流行ってるし、最近で言うとスノーカモのオーバーパンツとかを代表に、非常にねオーバーパンツをベースにして作られているパンツを見る機会が増えました。僕もね以前の動画でキューティーさんのねキットにお邪魔した時にオーバーパンツね欲しいなって言っていたんですけども、本当にね今はオーバーパンツを古着業界でも見る機会が増えたし、今のね現行のアパレル業界でも見る機会が増えたんで、非常にね注目度が高いなとね思います。次に低身長がね抑えるべきトレンド3つ目がですね、ハーフジップでございます。ハーフジップニットや、あとは今季ねコムリから発売された祝獣ウールのハーフジップの中プルオーバーかなあれはとかだったり、ハーフジップのアイテムがね非常に注目を浴びております。ベーシックなものはやっぱハーフジップニットとかはプチプラからもドメブラからもインポートからもねたくさん出ているんで、ベーシックのハーフジップをねまずは1個2個ね持っておいてもらうのもいいんかなとね思います。ユニクロとか無印のやつは質は良くて安いけど、サイズ感が結構タイトなものが多いんで、そこだけね要注意ですね。一応ねシューンからもハーフジップ出るんで、そちらもねお楽しみにしていただけると非常にね嬉しいです。次に低身長が抑えるべきトレンドのね4つ目がスタンドカラーのアウターでございます。例を出すとブルゾンダウンコート、この3つとも今はスタンドカラーのものが結構流行ってますね。特にブルゾントラックジャケットとかさ流行ってるし、ブルゾンのスタンドカラーのアイテムが非常に流行っております。あとはダウンもスタンドカラーのものが定番というか主流になってますよね。スタンドカラーのアウターの中でも裾が絞れるものが今のトレンドには沿っていると思います。裾を絞ると結構ね丸いシルエットができんねんけど、その丸い短丈のシルエットが昔の90年代っぽくて、今って昔の90年代っぽいね服装が結構流行ってるんで、パッと見おじいちゃんもやってそうな服装やねんけども、今ね逆にそれが新鮮かなとね思います。次にね低身長が抑えるべきトレンドの5つ目がレザー系のアウターですね。レザー系のアウターもね今非常に流行っております。レザーブルゾンとかレザージャケット、レザーコート、 GU からでさえレザーカーコートが出るぐらい流行ってるんで、フェイクレザーでもリアルレザーでも何かしらねレザーのアイテムを揃えていただけると間違いないんかなとね思います。例年で言うとね、いつもスティーブ・アランから6万6000円で買いやすいレザーが発売されていったんですが、今年はなかったのかな。僕はこちらリドムのスウェードのねブルゾンを買いました。あれがね物がいいのに4万4000円
と異常に安かったので普通にコスパいいなと思ってね買わせていただきました。他にもねカーコートみたいなレザーのアイテムも欲しいし、あとはフライトジャケットみたいなレザーのねプルゾンも欲しいなとね思っていますね。次に抑えるべきトレンドの6つ目がですねテーラードジャケットです。こちらに関してはねもう定番のアイテムやねんけど、デニムとかカジュアルなアイテムが流行ってるんでジャケットを着る機会も増えましたよね。ユニクロ JW アンダーソンからも結構カッチリなねデニムが着たり、アイビースタイルが流行ってるからさジャケットを着る機会も増えたんかなとね思います。シウンからもねゆるっとした芯のね抜いたジャケットをね発売したり、プチプラからドメブラまでねもちろんたくさんジャケットが発売されています。低身長男性がジャケットを選ぶ際に注意してほしいのがやっぱ肩幅と袖幅と着丈かな。肩幅が大きすぎたりしたら着られてる感すごいし、それだけもう長すぎると合わないんでなるべくね長すぎないものを選んでほしいし、着丈はねやっぱねどれも長いと思うんで着丈はもう長いこと目つぶりつつ袖とか肩をね自分に合うものを選んでいただければいいかなとね思います。でねここまで6アイテムね紹介していきましたが、ここからね小物を4点紹介していきます。1個目がオーバンストールです。最近インスタなんかを見ていてもねオーバンストールを巻いてる方は増えましたよね。ただオーバンストールって低身長の方は避ける人多いと思うんですよ。僕もねその一人やってたんですけども、オーバンストールって巻き方によっちゃめちゃくちゃねスタイルアップ効果を狙えるアイテムでして、普通にボリューム感がねすごいんで小顔効果になることはねもちろんやねんけど、ストールを前に長めに垂らすことによって縦とのラインが強調されてスタイルがねよく見えるんですよ。なのでオーバンストールはね意外に使えるんで、ね、おすすめです。7つ目がサングラスとかメガネですね。これもね見る機会増えたよね。ちょっと前まではさサングラスなんかつけて歩こうもんならいきり変なやつみたいになったけど、今はもうね日が暮れてからちょっと薄めのものをつけてても何もなんか思わないというかつけてる人増えたっすよね。それぐらいなんかもう流行というか浸透してるんかなと思ってます。サングラスとかメガネも口と目の幅を狭く見せることができるんで小顔効果にねつながるんですよ。なんで顔がねでかくて悩んでる僕みたいな人間はねぜひねやってみてください。次にね取り入れるべき流行8つ目がサイドガーブーツですね。今履く靴何がいいって話になるとまあサイドガーブーツかなってなってくると思うんだけど、そのね理由がデニムとかカーゴパンツとかあとはねテック系のブルゾンとかが流行ってきてるから、それらのバランスを取るためにサイドガーブーツってすごい万能なんですよね。とりあえず履いておけばそのカジュアルな洋服たちを一気にねバランスよくサイドガーブーツが調整してくれるんで、洋服が決まりにくいコーデが決まりにくい低身長男性こそサイドガーブーツでね調整してほしいなとね思います。サイドガーブーツの中にインソールをね入れていただければ身長も漏れますのでおすすめです。10個目はね僕はまあしないとは思うんですけども、ヘッドホンですね。ヘッドホンめっちゃ流行ってますよね。海外アーティストからやと思うねんけどめちゃくちゃ流行ってますよ。今はもう K-POP に入って K-POP からさ日本人に入ってファッションの一部としてね取り入れてる方も増えてます。エアポッドマックスやったっけあのイヤホン、あれがなんかもうヘッドホンじゃなくてさなんていうファッションの一部として買う人も増えてそうですよね。僕はでもちょっとジャンル的にでいきなりこれにこうしたら変やもんな。ジャンル的にはしないと思うんですけども、それこそスポーティー系とかテック系にはねすごい相性良いと思うんでよかったらやってみてください。夏場なんか T シャツにジーパンとかやったら結構いいかもな。夏場にやってみよう。僕は夏場にやってみるかもしれません。よかったらね参考にしてください。ということで今回は低身長がね抑えるべきトレンドを10個こちら紹介していきました。よかったですね。スクリーンショットとかをしていただけると幸いです。では今回はねご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではですね低身長でも低コストでねかっこよくなれるノウハウや、あとはねユニクロ GU とかのプチプラ商品もねレビューしていってますので、よかったですね他の動画もご覧いただけると幸いです。ではまたお会いしましょう。以上アルビデルチ、バイバイ、あっしゃ。